どうも、エルザです。それではデッドバイデイライトやっていきましょう。さあ逃げるよ。発電機もガンガン回していこうかね。で、今回ちょっと足を都会の逃走術入れて、ちょっとしゃがみ歩きを早めにしてます。ちょっとガンガン直してちゃちゃっと終わらせたいですね。お？あれ？一発？めちゃくちゃ早くね？なんだろキラー。あ、すまん。2人目見つけた。早いな展開。いや、なんだろう、カニバルかな。あー、回復しない。あー、カニバルとかそっちかな、もしかしたら。もうそれだったらガンガン直してた方がいいかなという気もするんだけど、いや血族あると分かるんだけどな。来る？ジェイクめっちゃ助けるの早いね。さあちょっと移動して、ああまた負傷が入ったね。マシ恐怖症が入ってないから影響は少ないんだけど、オブセッションは無事回復と。なんだキラーは。ギリ視界に入んないんだよね。お、ナイス。あー、倒れた。これ直しきりたいな。というか救出に対してかなり残りの2人が貪欲だね。さあ心音は近い。あ、やっぱカニバルか。さあ助けた。カニバルはね、あんまりチェイスはしたくないんだよね。お、直してる。ちょっと僕もそれを。早い早い。3人はやっぱ早いね。ジェイク狙い。発電機ないか。ちょっとついていって発電機を直したいね。いやー、やばいね。あー、2人して助けいく。
お、まさかのシェリルのシンコス。どう？助ける？まあ、バレるよね。どう？ここだったら引っかからない？よし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 。はい。3ゲット。結構一直線に来たね。シェリルさん普通に視界に入りましたね。すまん、その分回すわ。いや早かった。あえて違う方向に逃げたんだけどな。アイテムがあと1個か。いやー行くねー。まあ救助しないとっていうところは確かにあるからね。右側にあるか。これとりあえず取っておいて、回すか。どうだろうね、誰か回してるかな。あら、オブセッションが終われてるかな。いや、もう終わったね。ナイス。左かな。ヒルビリーでしょ。もう一発食らったら終わりだしね。よし、多分もう一つの方を向かってる感じがするね。ヒルビリーだからカバーは入れないけど、ライト。悪あがきやね。さあ脱出成功で、みんな出れたのかな？あ、出れたね。みんな出れたね。はい。ということで、今回はここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほん、じゃあ、まただ。